お、これだ。いいね、いいね。2004年、当時のゴジテレに出演していた三富アナウンサーがスタッフを集め参加したのが、雪合戦大会の開会を宣言します。気合十分なゴジテレチーム、優勝を目指して挑みますが、味方の球が当たる菅アナウンサーに顔面直撃の大橋アナウンサー。不運続きのゴジテレチーム、そんな中キャプテン三富アナウンサーの身に起こったこととは。1、流血する。2、カメラが壊れる。3、メガネをなくす。4、突き指する。なんとか勝利をもぎ取りたいゴジテレチーム、しかし気持ちだけが先走り。見てみます。あった、痛い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 。当たりどころに注目です。2球目と血が出てる、血が出てる。あ、本当だ。ゲ血だ。くそー。ということで正解は1の流血するでした。わずか正解者は 6%。流血するほど激闘するんでしょうか、この雪合戦っていうのは。ゲーピシだって言ってましたもん ね痛かったんでしょうね。人気だったんでしょうね、うん、ですね、いや見ていなかったけれども激しい激闘で眼鏡をなくすのは面白そうですということで眼鏡を選んだ方がたくさんいらっしゃいましたね、はい、あと今雪不足で悩まされているのでぜひ雪合戦やりたいなという声もありました。確かに雪合戦の大人になってからなかなかやってないですよね。あのくらい本気で雪合戦したら、うん、そりゃ楽しいでしょうね。ちょっとゴジテレでまたチーム組んで、はい、機会あったら出ましょうね。ちょっと流血だけは気をつけて、もうフルフェイスのマスクかけてそうですね、参加しましょう。全面マスクでやりましょう。次回はどんな映像が出てくるんでしょうか、お楽しみに。チャレンジ、挑戦していく。ハート、心を込めて。ユニーク、独自の目線で県民の皆さんとつながる番組であるために、ゴジテレ中。